石狩市スポーツ健康課の佐々木です。この度石狩市ではここもみじ山公園内に健康遊具を設置しました。中高年の方々の体力維持におすすめの健康遊具です。使い方を石狩市体育協会の岸本さんに実演していただきます。よろしくお願いします。そろそろ平均台です。平均台の上を歩くことにより平衡感覚を維持することができます。手すりが設けられているので安心して運動が行えます。なるべく手すりを使わずにバランスをとって歩きましょう。腕立てボードです。ボードに手をつき腕が伸びるように斜めの台に立ちます。その姿勢から腕を曲げ腕立て運動をします。お腹やお尻が出ないようまっすぐな姿勢で行いましょう。立つ位置が後ろになるほどきつくなるので自分に合ったところで行ってください。スイスイ屈伸です。2本のバーに両腕を置き体重をかけながらゆっくり膝を曲げて屈伸運動をします。バネの働きで元の姿勢に戻りやすくなっているので楽に膝の曲げの場所ができます。じわじわ前屈です。足をまっすぐに伸ばし息を吐きながら目盛り板に沿ってゆっくり体を前に倒していきます。太ももの後ろがよく伸びて腰痛予防の効果もあります。ツイストスツールです。背中がつかないように座り足をかけ手すりで上半身を支えます。背筋を伸ばして腰、お腹を優しくひねりましょう。顔はしっかり前を向き下半身だけひねるのがポイントです。腰の筋肉を伸ばし内臓に程よい刺激を与えます。スプリングバーです。手は肩幅ぐらいに開き足をつけたままゆっくりぶら下がるように膝を曲げていきます。顔は前を向いて背中や脇腹を伸ばすようにしましょう。肩こり解消や姿勢改善に効果的です。くるくるサイクルです。椅子に座り自転車の要領でペダルを漕ぎます。下半身の関節を意識してゆっくりと回しましょう。負荷がないので脚力のない人でも簡単に漕ぐことができます。いかがでしたか？設置された健康遊具は高齢者の利用にも配慮した優しく使いやすいものになっています。散歩の途中など気軽に利用し皆様の日頃の健康づくりにお役立てください。もみじ山公園は石狩市花川北2条3丁目です。健康遊具は公園内ゲートボール場の隣に設置されています。健康遊具の使い方や講習会希望についてのお問い合わせはスポーツ健康課にどうぞ。